落ち着いた羽生譲る。点灯も、グランプリシリーズ開幕戦初勝利の起爆剤に。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。モスクワで開催されているグランプリ、グランプリ、シリーズ初戦、ロシア大会のロステレコム杯、競技初日、朝の公式練習で少し入れ込んだような様子だった羽生譲るは、2回パンクした後で4回転ルッツをきれいに決めると、 その表情に落ち着きを取り戻した。ただが、曲掛け練習では後半の4回転トーループで着氷を乱すミス。少し不満気な顔も見せていた。それでも、試合直前の6分間練習では、いつも通りの余裕を持った滑り。ジャージを着たままでトリプルアクセルを決めてエンジンをかけると、4回転トーループプラス3回転トーループを余裕十分で決める。 4回転ループも非常に落ち着いた精神状態を見せつけるかのようなジャンプだった。今大会、ハブのライバルと目されているのはネイサン・チェン、アメリカだ。この日第2グループの4番目に登場したチェンは、公式練習ではやや不安定さを見せていたが、本番では最初の4回転ルッツプラス3回転トーループをきれいに決めると、両手をぐっと握りしめてガッツポーズ。その後は少しもたつくような動きになったものの、 後半は4回転フリップとトリプルアクセルで着氷を乱した以外、ミスを最小限に留め、技術基礎点の高さを活かして100点54点とまずまずの滑り出しを見せた。そのチェーンから一人置いて、第2グループ6番滑走でハブの演技がスタート。最初の4回転ループは着氷が乱れて回転不足と判定されたが、次のスピン2つをレベル4にし、後半に入ってからのトリプルアクセルは全ジャッジが GOE。 出来栄え点、3点をつける完璧なジャンプだった。今季発戦のオータムクラシックの SP で110点を超える得点を記録したハブにとって、チェンの得点は脅威にはならないものと思えた。ただが、次の4回転トーループは着氷で少し尻が下がってしまい、セカンドの3回転トーループは練習時のように両手は上げず、両腕をしっかり締めるジャンプに、なんとか窮地を出したかに見えたが、 着氷でブレードが後方にうまく抜けず、思わぬ転倒となってしまった。四回転倒ループの後で迷ってしまったのが問題かなと思います。少し慎重にいってしまいました。四回転倒ループ自体は悪くないジャンプでしたが、次を手を挙げるジャンプにするには少しスピードが足りないかなと考えて、一瞬のちょっとした迷いがあったことで、バランスを崩したんだと思います。結局、そこでの点の取りこぼしが響き、 sp は94.85点でチェンに次ぐに発信。それでも、ハブは演技終了後に笑みを浮かべていた。もちろん悔しい思いもありました。ただ、演技後の表情を見てもわかると思いますけど、感覚的にはそんなに悪くない失敗の仕方をしているので、集中してやることはできたなという感じです。もちろん自分の中ではグランプリシリーズ初戦という緊張感みたいなものもありましたけど、 バタバタした感じのショートではなかったですし、一つ一つのミスは大きいものだったと思いますけど、ちゃんと集中しながら、いいコントロールができている状態の演技だったのではないかと思っています。悔しい思いはありつつも、修正点も見つかった。その上、体力もまだまだ残っている状態だから、その意味でも明日につながるいいステップになったと思うとハブは言う。この大会、ハブは非常に落ち着いており、余裕を感じさせる。 それは、バラード第1番も、生命も自分の体と心にしっかり染み込んでいるプログラムという思いがあるからだろう。いろいろな面でとても落ち着いてできていますね。何よりこの構成が一番練習してきているものですから。もちろんオータムクラシックの4回転サルコウを入れた SP の構成と比較すれば20点近く低いので、大きなミスがあったのではないかと思われるでしょう。確かに評価的には大きなミスが2つありましたけど、 自分の手応えとしては本当に大きなミスではないと思っています。ちょっとずつ修正して明日に向かえばいいのかなと思っています。ハブ自身がそういうように、ミスの要因はほんの些細なズレのようだ。ジャンプのほんの数センチの高さの差や、わずか数ミリ単位の回転軸の違いだけなのかもしれない。だからこそ、その落ち着いた気持ちに変化はないのだろう。明日のフリーに向けては、誰もが四回転ルッツに期待をすると思いますし、 僕自身もルッツを決めてノーミスをすることを期待しながら明日に向けて過ごすと思います。だから、そういう気持ちに逆らわず、期待とプレッシャーを受け止めながら自分が思い切ってできるように気持ちと体をコントロールして、勝ちに向かって貪欲に頑張りたい。2013年のスケートカナダ以来、5年連続となるはずだったグランプリシリーズ初戦の SP1 位発進を逃がしたハブ。その悔しさが、まだ果たしていない自身初の、 グランプリシリーズ開幕戦勝利へ向けた起爆剤になりそうだ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。